政府・西与党を凌駕するような現実的な外交安全保障戦略をみんなで考えていきたい先ほど発足した外交・安全保障戦略を考える会の会長には長嶋元防衛副大臣が就任しました。日本維新の会の会渡辺芳美副代表や 民進党の渡辺衆議院らも参加しています緊迫するアジア情勢を踏まえて戦略的な政策を提案するなどとしていますが野党再編や小池新党の布石ではないかといった憶測も広がっています。